じめ台湾政府の皆様方には我が国が大変ご尽力をいただいたところでございまして、実に200億円を超える世界最大の義援金をこの日本に拠出いただいたところでございます。今日このように釧路にお越しいただきました兵紀代代表でございますが、この釧路と台湾のご縁というものをさらに深めていただいたわけです。2009年12月にはこの台湾人観光客の面倒を見るために札幌に我が代表賞の文書も開設されました。昨年釧路市から台北市に2羽の誕生鶴が送られました。ビッグとキカは台湾の生活にも慣れましたが、まだ中国語はできません今台北市の動物園ではとても人気があり、我々台湾人はこの日本の国宝を大事にしております。お宅を心より記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。在撒谎也有代表，然后我们的事情跟我们这些人讲，对吧？你要问我什么？他说不敢，您不要照他了。輝く誕生図、皆さんご覧いただきましたけども、そういう幻想的なアイヌの気持ち、それから神様への遺念、そういうことを含めて、今日ご参加の皆様のますますのご健勝と、それから表期待代表以下皆様のますますのご躍進を願ってですね、今日エゾ太鼓一生懸命サルルンカムイをお伝えしたいと思います。じゃあ真ん中お願いします。はい、はい、どうもありがとうございます。そうですね、釧路と、ね、台湾はもう昔からさまざまな団体が連携友好を、ね、促進していますから、これからもうすぐ2月にも3月にもですね、ロータリーだとかいろんな団体の人たちが台湾に行くような形で今計画しているところであります。去年も130万人も日本の方が台湾に行ったということでありますから、まあ、今年は釧路からも多くの方が行くと思っています。去年はチャーター便で行ったんですけど、今年は定期便が就航するともっと行きやすくなりますので、逆にまた台湾の方もたくさん来ていただいて、釧路からも多くの方が行く、そうやって交流を促進させたいと思ってますので、よろしくお願いします。ぜひですね、台湾の皆様、日本そして北海道、この釧路の地にですねお越しいただきますことを心から歓迎申し上げたいと思います。食べ物は大変に美味しく新鮮でありますので、もう食べ物観光ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。